これですよ、これ。あ、これ。これ。これですね。これは、リアルパパから来たんですけど、いや、みんな、このみんなもパパだよ、ちゃんともちろん。でもこれは、まあ、リアルパパから来たんですよ。リアルパパから来た、仕送りなんですけど、聞いてください。私、そもそも、なんで仕送りをしてもらったかっていうと、九州、うちがもともと住んでた九州と熊本って、九州の熊本と東京ね、今私が飛んでる東京って、醤油の味が全然違うの。醤油の味が恐ろしいほど。本当にこっちの醤油美味しくない。私からしたらね。そう。で、それで私は醤油を送ってくれって言ったのね。親に。醤油を送ってくれと。で、醤油が送られてきたと思って開けたら、なんと、醤油、九州醤油味のポテチが大量に届いたんですよ。もうポテチ、九州醤油味の醤油ではあるんですよ、醤油では。でもそれのポテチが届けられてきて、あれ？おかしいなって思ったんですよ。で、とりあえず私パパに LINE で、ありがとうって、ポテチ届いたよって言ったのね。そしたら、あ、いいよっつって、で、ちなみにこれ言わなかったの、あと醤油が欲しかったとね。これってポテチが入ってるのって聞いたの。ポテチがいっぱい入ってるのって。醤油って醤油ってポテチって聞いたの。そしたら、いや、ちゃんと奥に醤油が入ってるよって言われて、ここに入ってたんだよ。確かに入ってた。でも、あ、なんだ、私がちゃんと見てないだけだった、ごめんって思って、あ、よかったって思ったら、でもママはポテチの醤油だと思ってたって言ってて、ママはポテチの醤油と思ってポテチの醤油を大量に買ってきて、で、よし、これで私が喜ぶって思って送って、その後にパパがこっそりこの醤油を入れてくれてるわけよ。で、私 LINE で、あー、うちパパがいてよかったって送った。醤油くれって言ってポテチの醤油送ってくる人いる？マジママ可愛いから、マジびっくりしたよ。マジでびっくりした。マジでパパいてよかったって送ったもち。素で。あ、よかったって。かわいいでしょ？ほんと。もうだから、あと全部ポテチだからね。やばいよ。で、ポテチで。しかもね、私ね、なんか、優しさでポテチ送ってくれたと思ったの。だから私、なんかパパ、ママから、なんかポテチ買ったよって言われて、ポテチ買ってよって言われて、あ、ほんと嬉しいって言って、片揚げポテトって聞いたの。私が好きな九州醤油味のポテチって片揚げポテトなんで、まあ、これも好きだけどね。こっちなの、私が好きなの。でもママ、こっちを一箱買っちゃったのね。あ、ごめんって。カルビーの方一箱買っちゃったって言われて、あ、そっかそっか、あんま別にいいよって言って、言ったら、追加でこれが、なんか5袋ぐらい入ってた。多分、あ、やばい、カルビーのしか買ってないつって、また後でこの片揚げポテト買ってきて5個入れたんだと思う。うちマジで太るぞ。醤油のポテチマジで美味しいよ。うん、マジでびっくりした。うちあとこれが入ってた。なんかこれはなんかパパとママが北海道じゃなくて、なんだっけ、阿蘇山、熊本に阿蘇山っていう九州で一番背が高い船じゃなくて、なんだっけ、屋根があるんだけど、屋根じゃなくて山があるんだけど、そこに行った時のお土産だって、うん、なんか桜の馬の油のなんかボディクリーム、わかんない、顔のクリームかな、なんか桜のやつ。やばいよ、マジでやばい。いや、化粧水かな、あ、ローションって書いてある。ローションとクリームだって。かわいい。
これ欲しいって聞かれた。いらないって言ったらどうするんだったんだろうね。いるよ、今入れます、ありがとうございます。今配信見てるかもしれない。でもママこれも嬉しいよ、もちろん。だってこっちに言ってないもん。前さ今ママに言ってるんだけど、前だってさ、なんかさ仕送りが来てさ、あの片揚げポテトにしか、片揚げポテト醤油味1個しかなくてさ、あと全部こっちで買えるさ、なんか片揚げポテトのさ、あのブラックペッパーがさ5種類ぐらい 3袋ぐらい入ってて、3袋のやつ買える九州醤油もっと欲しいと思ってたもん。まあ、あのブラックペッパー食べたけどね、美味しいから。そう、こっちで買えるって思いながら、どうせなら九州中にしてくれ全部って思ってたもん。まあ、あの買う値段をね、あのどうにかしてくれたんだろうけど。マジ可愛いわママ。ということでね、マジやばいよ。てかちなみにこの中本当にあとこれしか入ってないから、パパに送った LINE 読もうか。だって荷物届いた、ありがとう。ちなみに醤油ってポテチって聞いた。そしたら醤油も入れたよ、ママポテチと勘違いしてるって来た。パパがいてよかった、ありがとうって送った。あ、そうだね、私はマジでママにだよ。恐ろしいほどママに似てるよ。うん、ほんとびっくりした。え、パパに聞いてみる？なんかさ、なんか聞いてみる？パパに。ちょっとパパに電話してみようかな。どうして気づいたんって聞いてみようかな。気になるくない？パパ配信見てた？あ、見てない。あ、じゃあいいんだけどさ、なんかさ今配信しとってさ、あの醤油の話になってさ、あのなんでさパパ気づいたと、その醤油がママが勘違いしてるって。そう、でもママは醤油のポテチば買ってきたと。え、でパパは言ったと、ママにさ、あのいやひなが欲しがってるなって言ったと。言わんかったと、やっぱり。え、スピーカーにしていい、パパスピーカーにしていい。だってん、だって何、だってポテチを箱買いしてきとっちゃう。そう、箱丸ごとねえ、してきたね。だけど、さ、いや、多分醤油が欲しいと思っちゃうけどね、と思って、うん、抜いて中に醤油が入れて、あと片揚げも入れて。だけど、パパがこっそり、あの、ポテチはちょっと少なくしてから、あの、うちに急醤油ば入れてくれたとでしょ。そうそう。めちゃくちゃ面白い。じゃ、今なんや、今なんか配信中なんかこれ。今、うん、そう配信しとって、あのね、今アマゾンでね、いっぱい来てから、でパパって夜とよね、そのくれた人がね、知っとるの。で、実は今日リアルパパからも来たとよつって、これば見てって言ってからさ、その醤油の話ばした。そう、やっぱそうだよね。え、でうちが片揚げポテトって聞いたけんが、片揚げポテトも入っとると、これ。そうよ、やっぱそうだよね。そうよ、そうよ、だいぶあのママの抜いてが俺片揚げに入れて入れちゃって。あ、ほんと。なるほどね。やっぱそうなんだ、ママ知らないんだ、しかもまだ醤油がほんと欲しいって。もう黙っとく。黙っとっていいね、黙っとっていいね。いいよ、いや醤油もパテチも嬉しいけどね。うちマジびっくりした、あれなんか醤油が、なんか醤油ってもしかして。いやろ、思った。だけ醤油遅れているって思っちゃうけど、そう、もうポテチ箱買いしてきたの見てからもと言わんやった。だよね、多分
箱パイ開けたらさ、あの、あれ種類がないと思って、でパパに聞いたらさ、なんか入っとるよって言ったけんさ、見たら奥の方に入っとるけんさ、こうもしかしてこっそり入れたとかなと思ってそういうことね、オッケー分かった、ありがとう、やっぱそうだよねはい、またねやっぱそうでしたね仲いいよ、家族みんな仲いい本気めっちゃ出るね、親と喋ると分かんなくなっちゃった、やっぱそうか、九州分かんないよね方言はめちゃくちゃ面白いやっぱそうだよな、絶対そうだと思ったもんパパママのこと知ってるからちょっと待ってひなひなひー、みんなのハートを狙うちひなです、バンバンバン、チャンネル登録とグッドボタンよろしく。完璧じゃん。